どうも、ヨシです。はい、今回ご紹介するテントは、超ロングセラー商品のコールマンのツーリングドームになります。で、このツーリングドームなんですけども、今日ご紹介するのは2020年の最新モデルで、ダークルームテクノロジーを使った、コールマンツーリングドーム ST プラスっていうものになります。このテントは値段、立てやすさ、使いやすさがバランスが良くて、ソロキャンパーさんにも非常におすすめのテントになります。テントを立てたことがない人でも割と手こずることなく立てられるんじゃないでしょうか。今回の動画では立て方、メリット、デメリットを分かりやすく説明したので、ぜひ最後まで見てみてください。それではとりあえず立てていきましょう。 VTR どうぞ。はい、じゃあですね、これツーリングドーム早速設営していきたいと思うんですけども、まずは中身の方を広げて見ていきたいと思います。はい、これが中身になります。まあ、まず表に来るフライシートですね。で、インナーテントがあって、この黒いのがメインポールです。で、このグレーのがフロントポール、前室を作る時のポールですね。で、自在ロープが4本あります。結構細身の自在ロープですけどね。あとペグが13本あります。それがペグですね、スチールペグです。で、先っちょはとんがってません。中の部品はこれだけですね。前紹介したツールームハウスとかそういうのに比べると部品はかなり少ないです。で、メインポールもこの2本なんで本当にもうクロスして終わりっていう感じですね。はい、じゃあ早速組み立てていきたいと思います。まずはこのインナーテントを広げてメインポールを通します。その後にフロントポールをつけてフライシートをかけると。で、自在ロープとペグを打って完成っていう、すごいシンプルな作りになっているので、すぐできるかと思います。それでは行ってみましょう。それではまずこの、インナーテントの方を広げて、行きたいと思います。じゃあまあ、ある程度ね、広げたら次黒いポール、こちらを伸ばしてクロスしてテントの上に乗っけていきます。これで、テントと組み合わせてインナーテントを立てます。はい、それじゃあですね、テント広げたらポールを刺していくんですけども、ツーリングドームはここは袋状になってるんで、ここにポールを刺す。これでもうずれないようになってます。で、ここも厚みがあるんでかなり丈夫にできてるんで、そう簡単には穴は開かないかなっていう感じですね。で、逆に反対側はこうやってポールを刺せるようになってるので、反対側をポールを刺して固定するっていう形ですね。まあ、これですごく考えられていて、非常に立てやすくなってます。本当に簡単に立てられるんで、初心者でもすごく安心です。それじゃあ早速ポールの方を立てていきたいと思います。はい、じゃあ今、説明した通りに向こう側は袋にポールを入れました。で、こっち側も袋にポールを入れます。で、両方入れてからの方がきっとやりやすいかなと思いますので、この風にやっていきます。で、その隣ですね、穴にポールを刺します。こういう風に寝かせた方が、ポールを寝かせた方がやりやすいんで、ポールは寝かしちゃいましょう。はい、で、逆側も行きます。これでもうフレームができたっていう感じですね。あとはポールに引っ掛けるだけの構造になっているので、すごく簡単にインナーテントが立てられますね。もうフック状になっているので、このまま向きだけね、間違えないようにクリップを止めていきます。はい、これでインナーテントが完成です。で、インナーテントの方、前と後ろがあります。で、こっちの無地の方が後ろですね。で、こっちの、ここにコールマンって書いてあるやつ。これが正面になります。もう軽いんで、この状態になってから、向きを変えるっていうのもできるんで、全然。向きたい方向に、この状態で変えれば、全然変えられます。この時のコツとしては、ここを開けておくこと。ここを開けておくことで、中に空気が入るんで、このフックをね、止めるときに、非常に止めやすくなるんで、ここは開けておきましょう。で、このメインのやつは、ここが黒いんですね。で、このフックに2種類色があります。このメインの方は黒くて、こっちグレーのやつももう一個あります。グレーのやつですね。これです。で、これはフロントポール用のフックなんで、これにはつけないようにしてください。で、次このグレーのフロントポールをつけていきます。で、このグレーのやつがあるんで、ここに刺して、向こう側もあるんで、それをやっていきます。まずはね、伸ばして。これがあることで前室が広く保たれるっていうところなので、結構重要です。これを刺すだけですね。はい。で、アシストグリップじゃないんで、ちょっと外れやすいんで、ここ気をつけてください。じゃあ反対側もつけます。で、反対側もつけたら、
このグレーのさっき言ったこう、フックをカチッとはめてあげると。これでインナーテントの方が完成です。まあ、これなしで、まあ、これだけでも全然使えるんで、インナーテントとして。まあ、例えばタープの中に引いたりとか、まあ、そういう使い方も可能ですね。じゃあ、フライシートの方をかけていきたいと思います。じゃあ、この、フライシートの方をかけていきたいと思います。まあ、背が低いんでね、ツールームハウスとかよりは全然楽にかけれるんじゃないかなというふうに思います。用心なくてもいい。で、フライシートは、この、コールマンのロゴが、右側に、右前に来るのが正面になります。こんな感じで、入り口のところが、赤いやつが横に並んでるやつですね。後ろは、で、一本しかないので、前を、この2本のところに、つけていくって感じです。じゃあ、広げていきます。あ、かぶせていきます。こんな感じで大体かかったら、ポールのところにフックがあるので、それを引っ掛けてフライシートとインナーテントを一体化させます。こういうプラスチックでできたフックがついてる。で、この根元にリングがあるんで、そこに引っ掛けます。で、袋の方、スポッとはめたところのやつは、もうプラスチックのベルトのバックルみたいなやつがあるんで、そこに引っ掛けましょう。で、向こうにもあるんで、同じように引っ掛けていきます。はい、各所それぞれフックを引っ掛けたら、まあ、ハンズ自立式なんで、これでまあ、テントの役割は果たせてしまってますね。で、この時注意したいのが、ちゃんとトップのところに、生地のクロスしたところが、来てるかどうか。で、このフロントポールが変に力が入ってないで、ちゃんと適した位置に入ってるか。これもここに縫い目があるんで分かりやすいですね。で、これから今度ペグを止めていくんですけど、ペグに関しては、後ろから止めた方が僕はやりやすいかなというふうに思ってます。っていうのもこれやっぱ重心が前に来てるんで、前からやるとこうグンって倒れちゃうんですね。なんで、後ろからペグを止めて、前を止めるっていう形ですね。それでは行ってみましょう。じゃあペグ止めていくんですけども、これペグハンマーはこのテントにはセットされてないんで、ハンマーが必要になってきます。ちょっとここはね、ペグいらないぐらい地盤がちょうどいい感じなんで、ペグハンマーいらないですけども、硬いところだとやっぱペグハンマーが必要になってくると思うんで、その際は、お気をつけください。で、今後ろ止めたんで前の方止めていきます。で、この時にやっぱどうしてもフラシートがこうぴったり入ってるんで、意外とね、こういう風に縮こまっちゃってる時があるので、まあ、これをしっかり伸ばしてテントの形を保ってあげましょう。はい、じゃあこれで今テントのところ、インナーテントの四隅を止めたって感じですね。あとこのフロントの方止めていきます。はい、でここが前室の部分のペグ止めなんですけども、前室の部分こうやってペグを止めるゴムが2つあるんですね。でこれ重ねてやっちゃうとドアが開かなくなっちゃうんで、片っぽを止めるって感じですね。でこの時にここにシワがないようにやるのが定位置になります。で、逆側もやっていきます。はい、フライシートを広げたら、次、中に入っていただいて、このマジックテープですね。これマジックテープになってるんですけども、ここを各所それぞれ止めていきます。結構まあ数あるんですけども、まあ、これをやることで、フライシートとポールがね、一体化するんで、テントが安定してきます。で、このフロントポールとメインポール、これが交わるところは、このマジックテープも長くなってるんで、ここ一緒に止めちゃいましょう。そうすると、さらに固定されるんでね。で、さっきのマジックテープが、後ろ側にのポールにもあるんですけど、それは、まあ、こっから、これを開けてもらって、こう、こういう感じで、止めれば、問題なく止められますね。ちょ、数が多いんで、これは結構、小デブの僕にはかなり、きつい感じです。お腹が邪魔で。はい。じゃあ、全部つけて、いきましょう。はい、すべて立て終わったわけですけども、じゃあここでメリットとデメリットの説明をしていきたいと思います。ここまででわからないことがあったら、ぜひね、コメントの方で書いていただければ、コメントの方でお返しますので必ず。まあ、ここまでで全然わかるよって方は、ぜひグッドボタンの方、本当によろしくお願いします。はい。
じゃあメリット説明の方いきたいと思います。まずメリットは何より設営が超簡単っていうところですね。今説明しながらやったのでちょっと時間かかってるんですけども、まあ慣れてれば5分ぐらいで建てられるんじゃないかなっていうふうに思います。慣れて初めての人もね10分15分で建てられるんじゃないかなっていうふうに思っていて、っていうのもポールがやっぱり3本しかないんですよ。でポールが3本しかないんで複雑じゃないっていうところが非常に、やりやすい点かなというふうに思いますね。前紹介したこのツールームハウスとかはどうしてもねポールの数が、多いので、で大きいんでちょっと結構立てづらかったりするんですけども、これだったらもう全然一人でも余裕で建てられますし、女性でもね本当に建てやすいと思います。本当ソロキャンプに適してるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、はい、続いてメリット2です。全室がとにかく広い。はい、まあ、ソロテントの中でもはここまで全室が広いのはなかなかなくて、本当これ見てた通り普通の椅子を置けてソロテーブルを置けます。なのでまあこの上でね調理もできますし、まだこっちにも間があるんでこの向かい側ですね、ここに荷物を置いたりもできますね。で寝室はもう寝るだけっていう風なこともできます。なので本当雨の日とか寒くてテントの中に閉じこもる日なんかのぼっちキャンプなんかはすごく引きこもりキャンプですね。引きこもりキャンプなんかも全然できちゃうぐらいスペースがあります。で、あとやっぱ全室が広いと、もう靴を置いていけるんですね。靴をここに置いていけるんで、寝室からの出入りが非常に楽っていうところが、もう一つのメリットなんですね。はい、メリット3。ベンチレーションシステムが有能ということですね。で、ここがベンチレーションになってるんですけども、すごい、もう大きいベンチレーションがついてるんで、すごいよく空気が循環します。まあ下から入って上から出たりするので、中に新鮮な空気を送り込むことが可能になりますね。で、インナーテントの中にも屋根のところに、メッシュのところがあるんで、そこから空気、インナーテントの中にも空気が入るってことですね。ちょっとインナーテントも見ていきましょう。はい、こんな感じで、向こう側、ここがさっきのベンチレーションの部分なんですけども、ここがメッシュになってます。メッシュは開かない仕様になってるんですけど、ここから新鮮な空気が、寝室内にも入り込むと。で、もちろんここが閉めることも可能ですね。ここ閉めることも可能です。はい。で、ここだけメッシュすることも可能ですね。で、ここを閉じることも可能です。はい。こんな感じで、ベンチレーションシステムがすごく有能です。それで、ベンチレーションシステムもそうなんですけども、ここの隙間が、まあ、それぞれ均等に空いてるんですけども、このおかげで、結露に非常に強くできていて、テントはまあ濡れたりするんですけど、インナーテント、こっちのテントは、濡れないで快適に過ごせますね。はい。次のメリット4。4でやってるかな？うん、確かに。4。はい。入り口、出入り口が、好きなように変えられるっていうところですね。まあ、ここら、正面はもちろんあるんですけども、例えばここを閉めてしまって、こっち側を開ければ、こっちからも出入りができると。ここは閉じた状態。こっち側は閉じた状態で、こっちだけ開けることができると。なんで、まあ、キャンプ場の、その時の時のシチュエーション、まあ、人がいたりとか、木の近くじゃないとダメだとか、まあ、そういうシチュエーションで、まあ、自在に変えられるっていうところが、地味にメリットになるっていうところですね。で、後ろ側。後ろ側も、ここが、開いて、観音開きになります。観音開きなので、こう、後ろからも出ることが可能ですね。こういう感じで止められて観音開きになりますね。まあ、こっちからも出れますし、こっちを内側をね、網戸にすれば、通気性もすごく良くなります。はい。こういった感じで、いろんなところにドアがついてるんで、すごい便利で、便利に、臨機応変に使うことが可能です。はい。じゃあ、メリット5。はい。これ、ドアが、ここに穴があるんで、キャノピーポールが通るようになってます。で、ここにキャノピーポールを通して、こうやって、屋根を作ることも可能ですね。ただ、キャノピーポールは、ベッドになります。ベッドお好みの長さのやつを買って、使うと。まあ、あとはね、使わないときは、こうやって止めとくことも全然可能ですね。メリット6。ダークルーム仕様が、とてつもなくやばい。というわけですね。これ、ツーリングドーム ST プラス。声がおかしくなりましたけど、ST プラスだけの、メリットなんですけども、このダークルームっていうのが、まあまあものすごく暗いと。以前の動画でもダークルームのツールームハウスの動画を撮ってるんですけども、あの時もすごい真っ暗だったんですけども、やっぱこっちもすごい真っ暗です。なんで、寝坊しちゃうレベルですね。はい。
朝起きれなくて片付ける時間にチェックアウトしないとみたいな状態にもなり得るダークルーム仕様ということで、もう見ての通り中真っ暗です。別動画でこのダークルーム仕様のツーリングドームとノーマルのツーリングドーム、まああっちはちょっと LX で大きい方なんですけども、まあそれの動画を比べるのも撮ってますので、そちらもご覧いただければと思います。で、真っ暗なんですけど、ちょっと今寄りますね。はい、こんな感じで真っ暗です。今ちょっとね、カメラの性能で、僕が明るく映ってるかもしれないんですけども、結構ここも、ここを閉めたら、本当に真っ暗になるかと思います。で、昼間でも本当ライトがないと中では、真っ暗で過ごせないぐらいなんですけども、ここに、屋根に窓がついてます。これですね。この窓がついていて、ここを開いて、これがフライシートなんですけども、フライシートのね、こう、取ると、こんな感じで、明かりが入るようになります。これがあるんで、昼間でも、ライトの役割で、結構、中も明るくなりますね。で、フライシートは、向こうビニールになってます。ちょっと向こう側行って見てみましょう。これがその部分なんですけども、こんな感じでビニールになってるので、中の光を入れられると。で、ここベンチレーションになってるんで、空気の通りもいいよっていうことですね。はい。これがメリット6になります。続いてデメリットです。デメリットは収納時がちょっと大きいんですね。ツーリングドームなんでバイクに積むっていうと気持ち大きいかなっていうところになります。こちらが収納時の大きさです。横がだいたい49センチぐらい。で、こっち側、こっちか。こっち側、円周が19センチぐらいですね。重さはだいたい5キロぐらいで、5キロちょっとあるところですね。公式ページには約5キロぐらいと書いてあります。で、まあまあなんかずっしりした感じはありますね。やっぱダークルームになってるんで、その分、通常のテントよりちょっと重めになってます。はい。こんな感じですね。結構大きいんです。で、ずっしりするんで、まあ、ツーリングドームって聞くと、ちょっと大きいかなっていうデメリットになるんですけども、まあ普通のソロテントで言ったら、そんなに大きく感じない。車で行くとかだったらそんなに大きく感じないと思うんで、それは全然デメリットにならないかもしれないですね。デメリットその2。ポールが FRP ポールといって、だいたい今のテントって、が多いんですけども、アルミポールだと軽くて丈夫っていうところで、非常に重宝されて今出回っているのがアルミポールですね。で、これは5年か6年ぐらい前は FRP ポールっていうのが主流だったんですけども、これグラスファイバーでできてます。なんで、若干重いんですね。アルミに比べて結構、ぐにゃんぐにゃんとしちゃうんで、ちょっと扱いづらい部分もあります。それが、デメリットになりますね。ちょっと、だから全体的に重くなるっていう感じです。ただ、この、ポールのデメリットです。まーす。デメリットその2。ポールが FRP ポールといって、グラスファイバーでできてます。で、だいたい今のテントって、アルミポール、が多いんですけども、アルミポールだと軽くて丈夫っていうところで、非常に重宝されて今出回っているのがアルミポールですね。で、これは5年か6年ぐらい前は、これがデメリット2でした。はい、じゃあちょっと中の広さのイメージということで、このキャプテンスタッグのおなじみキャンプマットを、引いてみたんですけども、もう全然前後ろ余る感じですね。ちょっと実際入ってみますね。こんな感じです。僕だいたい170、サバ4で170ぐらいあるんですけども、全然頭も足もつかない。広さのイメージということで、このキャプテンスタッグのおなじみキャンプマットで、コットはこのテントは入らないです。ちょっと一般的な大きさのコットを入れるには、難しいんで、まあ、キャンプマットと寝袋で、寝るっていう形になりますね。はい。はい。いかがでしょうか。まあ、本当にスペックの割に、すごい非常にお値打ちっていうことでね、17000円ぐらいだったかな。すごい非常にコスパがいいテントになります。